あそこにお兄さんお姉さんがいらっしゃいます、ちょっとどんなときめきが得られるのか行ってみたいと思います。すいません、階段入るとこ申し訳ないです。ちょっと東京ときめきチャンネルっていう YouTube のチャンネルなんですけど、遊んで帰るとこな、何しに来たんですか、何してきたんですか、渋谷でかき氷ちなみに恋人ですか。違います。嘘、すごい仲良さそうな感じかもしれない。友達、サークル。あ、サークル、まずサークル、はい、大学生、はい、え、サークルはちなみに何やってんの。アカペラアカペラ甲子園みたいな。あ、そう、ハモネプです。ハモネプ、ハモネプ、はいはいはい、それです。え、ハモネプに憧れてアカペラをやりだした。まあ間違いではない、間違いない、そんな感じです。え、ね、大学入ってからアカペラやった。はい、結構仲いい、仲いいですか、結構遊ぶ。最近仲いいです。最近仲いい最近仲いい。何があったあの同じあのバンドを組んでる。あ、バンド、ちなみになんて名前のバンド。なんて名前のバンド、あ、一緒なのはザ・マーシャル・アーツって言います。何それ、ザ・マーシャル・アーツマーシャル・アーツ、マーシャル・アーツって、ちょ、日本語に訳してもらっていい。はい、マーシャルってあの、あるじゃないですか、あのよく楽器とかのメーカーで、はいはいはい、あのバンド組んだ時に、あのバンド名が思い浮かばなくて、楽器をパッと見たらマーシャルって書いてあって、あ、かっこいい、マーシャル、あ、マーシャルって言葉使おう。安直じゃねえか。え、じゃあそのマーシャルアーツの中で、はい、お兄さんとお姉さん何やってんすか。まあ、主旋律を歌う。あ、主旋律でリードボーカルを回してやったりとか、はいはい、コーラスって言って、あ、後ろで、後ろでフーファーって言う人ね。そう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 。なんかすごい急やねんけど、はい、2人で急に今ここで瞬間でアカペラとかできる。それ違ってない。瞬間でアカペラ。これアカペラじゃないの。瞬間でアカペラ。これアカペラじゃないの。音足んないんで。音足んないんです。音が足りない。足りなかったら俺なんかドゥンって言ってドゥンドゥンってドゥンドゥンで、ほら3人、はい、ちょっと軽くじゃあ2人でセッション、セッション、ジャムセッション、セッション曲の中でなんかこれ2人ならできんじゃねえか。なんか欲しいね。2人なら難しいっすね。難しいな。なんかできる。特別じゃない、英雄じゃないって言ってくれたら私がずっとハモれますけど。え、どれどれどれ、え、何、特別じゃない。あー、この歌知ってます。だったらクマムシさんですか。え、クマムシさんではない。あの AU の AU の CM で使われてる。特別じゃない英雄じゃない。わかります、わかります。歌詞、歌詞なんかどっかに。あ、私も楽譜持ってますよ。嘘、楽譜持ってるって何なの。入ってるもんなの、携帯に。え、何、アカペラやってる人はみんな基本楽譜携帯に入ってんの。絶対音感なんすか。え、びっくり人間ですか。びっくり人間じゃない。特別じゃない英雄じゃない、みんなの上にはオラがある。素敵な、素敵な、伝わりました。伝わったっていうか、なんかめっちゃハモってるやん。すご、すごくない、すごくないっていうのもすごい失礼かもしれんけど、ちょ、全然もう概要がつかめてないから。それがもうあの、じゃあ人数増えたらやばいってことや。すごい、ちなみにって急に話飛ぶけど、友達、じゃあお互い別に彼氏彼女がいたりする。いない最近って別に普通に2人で遊ぶもんなの。 あるんじゃないですか。かき氷食いたいから一緒に遊ぼうぜみたいな感じで。あ、今カラオケ行ってきました。カラオそう、これでカラオケで、もう今から普通に帰っちゃうの。カラオケ歌って満足して。あ、僕はちょっとこの後バイトが、バイトがちょっとバイトは何やってんすか。バイト、僕しゃぶしゃぶ屋に。しゃぶしゃぶ屋、しゃぶしゃぶ屋。何をしゃぶしゃぶするってこと。お肉、お肉。あ、お肉ね。お肉は、お肉いや、なんか一時期ね、すごい90年ぐらい流行ったじゃないですか、はい、なんとかしゃぶしゃぶ屋みたいな、はいはい、あんま大きくて言えないけど、すごい、あの、なんとかしゃぶしゃぶ屋って流行ったんですよ。なんとかしゃぶしゃぶ肉じゃなくて。あー、まあ刺しました。刺したんですけど、わかんないです。わかんない。でもわかんない。で、お姉さんはしゃぶしゃぶ屋。私はケンタッキーです。両方とも肉やん。じゃあその歌が好きでアカペラをやりたいって言ってる高校生に向けて最後一言いただいて。最後一言、ぜひ大学に入ってアカペラサークルに入ってください。以上です。アカペラはフィーリングです。いやー、ありがとうございます。東
京ときめきチャンネル、また見てね、バイ。ありがとうございました。また、じゃあしゃぶしゃぶしてきてください。お疲れ様、ありがとうございます。やっぱ付き合ってないっていうことでしたけど、やっぱあれでしょうね、フィーリング合うからやっぱ仲いいんでしょうね、2人はね。アカペラはフィーリングだという言葉を聞いて、今アカペラを目指している高校生の皆さん、ぜひともアカペラをやってみてください。それではじゃあね。動画の下の概要欄からチャンネル登録お待ちしてます。韓国かヨーロッパ、ロシアとかスイスとかフランスとか、東京ミックスドリンク、カミングス。